外出禁止令が出ています。市民の皆様は不確かな情報に惑わされず、自宅または屋内で待機を。今まで騙してたの？何が不確かな情報だ。もう騙されないぞ。皆さん落ち着いてください。許可のない外出は控えてください。国が私たちを騙していたのよ。一体誰があなたたちを信じられると思うの？想像以上に混乱が広がってるな。セイランの反乱でただでさえ不安が広がっていたもの。あんな映像を見せられたら動揺して当然よ。お前たちも一斉送信の映像は見たんだな。まあ渡月で知った情報も多かったが、本部長の口から語られるとやっぱり重みが違ったな。こうなることは分かってて荒はばきを使ったんだ。俺は自分のやったことに後悔はしない。後悔しないようにこれからニューヒムカを変えていかなくちゃいけないんだ。こっちに誰か近づいてくる。敵か？え、本当に？よかった、ようやく会えた。探したよみんな。吹雪連隊長、心配していましたよ。旧海抜軍病院で別れて以来ですね。間一髪のところ彼に助けられてね。気づいたらセイランにかくまわれていたよ。セイランに？よく無事とは言えませんね。怪我してるようですけど大丈夫なんですか？心配はいらない。それよりもユイトに伝えたいことがある。俺に？渡月から君に追っ手がかかっている。早めに気づいたから撃退できたが、次もあるかもしれない。注意してくれ。渡月が出した追っ手、それを吹雪連隊長が一人で撃退したんですか？僕は口を動かしただけだ。直接戦ってくれたのはセイランの軍勢さ。セイランを動かしたのかよ。簡単に言っちゃってるけど、一体どんな手やら口やらを使ったのかね。やっぱり重ねだけじゃなくてユイトも狙われているのね。とにかく無事に合流できた。お互いに聞きたい話はあるだろうし、アジトで情報共有を行わないか。その状態で歩けるんですか？ずいぶん無理をしているようですけど。寝不足はたたっているかもね。でも今はゆっくり休んでいる場合じゃないだろう。まずは安全な場所でこれまでの。吹雪連隊長、大丈夫ですか？あまり騒がない。人が集まる。吹雪連隊長を休ませるためにもひとまず私のアジトへ行きましょう。お邪魔します。へえ、ここが重ねたちのアジトなんだな。俺たちが使ってるのと同じタイプのユニットかな。作りがそっくりだぜ。吹雪連隊長の様子はどうだ？応急処置は終わりました。鎮痛剤が効いたようで今は眠っています。超能力を酷使したみたいで疲労も濃かったわ。目覚めるまでは安静にしておいた方が良さそうね。心配しなくとも命に別状はないよ。あいつはそんなにやわじゃないさ。そうか、よかった。話をするにも待つしかなさそうね。ところでこれからはこのアジトをみんなで使うってことでいいのか？ちょっと手狭になるけど。その方が何かと便利よね。なら各自荷物を整理しましょう。カゲロ、ユイトのことどうするつもりなの？このままうやむやにするわけにはいかないでしょ。ああ、それ言っちゃう？まあ当然か。一応俺なりに考えてるからさ、ちょっと時間くれや。スメラギ議長暗殺の真相。今まで何も話さずに来てしまったけれど、伝えないといけないわよね。ユイとの家族のことだもの。見つけたわよ、シデン。重ね、なんで追いかけてきたんだ。帰れよ。どこへ行くつもりなの？あなたが悩んでいることは分かったわ。努力しても結果が出ないのは確かに苦しいと思う。でも人より強くなれないからって逃げ出すのはどうなの？シデンはそんな人じゃないでしょ。お前が勝手に買いかぶっていただけだろ。本当の僕はこうなんだよ。実力もないのにプライドばっかり高くて、いつも周りの目を気にして、人より劣っているかもしれないってことに怯えながら虚勢を張って戦ってるんだ。気を悪くしないでね。どうして優劣を気にするの？この力が役立つかどうかは状況にもよるでしょう。お前は自分の力を制御できなくなったことがあるか？力って超能力のこと？ああ、そうだ。僕は幼い頃、この力のせいで事故を起こしたことがあるんだ。その時は運よく怪我人が出なかったが、誰かを傷つける可能性は十分にあった。次に事故を起こしたら誰かに怪我を負わせるんじゃないか。最悪の場合死なせてしまうんじゃないか。絶縁体の手袋をつけて超能力制御の特訓を続けてもその不安は消えてくれない。僕は幼い頃から一度だって自分の弱さに打ち勝てたことがないんだ。シデンは今の自分に不足を感じているのね。私はシデンに実力が足りないなんて思わない。その冷静な分析力や判断力が私たちの隊には必要だもの。お願い、私たちのところに戻ってきて。私はこれからも試練と一緒に戦いたいわ。僕は怪異警報重ね試練。セイラン市内への怪異の侵入が確認されたわ。怪異が？予報は出ていなかったはずだろう。予報が外れることだってあるわよ。おかげで逃げ遅れた市民が市街地に残っているの。行きましょう試練。市民を助けないと。ああ、はるか、怪異の出現地点を送ってくれ。ここ僕はるかも知らなかったのね。討伐部隊は向かっているの。紹介任務に当たっていた部隊が出撃してるけど。それなら周辺の市民の避難を優先するべきか。父さんたちならきっと避難を済ませているはずだ。出現地点へ向かった方がいいわ。家族が心配なんでしょう。余計なことを言うな。海抜軍たるもの、家族よりも市民の救助活動を優先すべきだろう。強がりはそのぐらいにしなさい。手の届かないところで家族を失ったら一生後悔するわよ。ええ、急ぎましょう。待て、お前も行くのか。当たり前じゃない。早くしてちょうだい。置いていくわよ。おい、なんでお前が先行するんだ。こっちからもサポートするわ。二人とも十分に気をつけてね。どういうことだ。怪異がまだこんなに。報告より数が多かったのね。討伐部隊の手が足りないんだわ。私たちも加勢しましょう。待て、あれだけの数の怪異、僕たちが加勢したところで抑えきれるのか。援軍が来るまで待つべきじゃ。グズグズしていたら市民が襲われるわ。私はここで奴らを足止めする。この数を相手に自殺行為だぞ。他にみんなを助けられる人がいる。やれるかどうかじゃなくやるのよ。くそ、そんなの僕だって分かってるさ。瀬戸さんだって同じことを言うはずだ。援軍が来るまで市民が逃げ切れる保証なんてない。父さんや母さんだって奴らを食い止められるのはここにいる僕たちだけなんだ。行くぞ重ね、僕の足を引っ張るなよ。それはこっちのセリフだわ。協力サポートしてやるから。右手の攻撃を確認したけど大丈夫だった。水浸しになると動きにくいだよね。敵は電気で攻撃してきてるわね。当てると大変よ。ビリビリして動けなくなるから。決めるわ。終わります。物資が手に入ったわね。気を抜かないで。そこ効いてるわ。重点的に狙って。はやられたわ。挟み撃ち。体勢を崩した。一気に決める。私がやる。ほら。力を貸して。セルス開始ってか。いいぞ、いける。いける、ズミン。こっちを見失ってる。分かってはいたけど、数が多いわね。いつもの強気はどうした？疲れたって言うならさっさと離脱してアジトで寝てろ。ここは僕がやる。それってまさか挑発のつもりなの？許しの病気だけど、でも今は乗ってあげるわ。そりゃどうもさあ、あと少しやるべきことをやるぞ。嵐渡して敵の外角に攻撃が命中。破壊できるかもね。うっとうしい。世話をやる。決めるわ。終わり外角を破壊できたわ。追撃を重ね。これで全部ね。シデン、大丈夫？大丈夫に決まってるだろう。僕を誰だと思ってる？注意はしていたから、逃がした個体はいないはずだ。どうにかここで封じ込められたと思うが。はるか、こちらシデン。現地点に出現した怪異は殲滅した。他の地点での目撃情報はないか？ちょうど今通信を入れようと思っていたところよ。セイラン市内に出現した全ての怪異はその殲滅を確認。2人とも随分無茶をしたみたいね。お疲れ様。救助隊もそちらへも向かっているわ。市民は全員避難先で無事を確認できたそうよ。負傷者もゼロ。よかったわね、シデン。そうかそうか、よかった。家族に会ってきたら？いや、無事が確認できたならそれでいい。そう、それじゃアジトへ帰りましょうか。悪い。いい動きをしていたわね。判断も的確だったし、随分助けてもらったわ。お世辞を言うな。僕は無我夢中で戦っていただけだ。それだけ集中できていたってことじゃない？お互い余計なことを考える暇もなかったものね。まあな。だがこれは正式な出撃じゃない。評価されるデータも一切なしだ。不満なの？いや、これは達成感と呼ぶんだろうな。瀬戸さんのマスクをつけたことにも後悔はない。あなた自身がそう思うなら、その気持ちはどんな分析データよりも価値があるわね。そうだな。データでなくとも残るものはある。そんな風に感じたのは初めてだけどな。重ね、僕はもうしばらく舞台にいる。いつまでだっていてくれていいのよ。得られるものがあると思う間だけだ。この舞台は意外と居心地が悪くない。そう言ってもらえてよかったわ。ありがとう、シデン。お前を見ていると。私は特に何かした覚えはないけど。お前が悪いと言いたいわけじゃない。お前ごときに先を越される自分に腹が立つんだ。見ていろよ、重ね。僕はこの程度で終わる人間じゃないからな。重ね、お前は戦いの時は実に頼れるやつだ。人間性はともかくとしてな。それって褒めてくれているのよね、シデン。その言葉そっくりあなたにお返しするわ。ああ、重ね。ちょうどいいや。ちょっと話したいことがあったんだ。話したいって何を？一度改めてお礼を言いたくてさ。重ねは俺の恩人だから。私が恩人？特に心当たりはないけど。いや、ほら、荒はばきのところでさ、俺が記憶をなくしかけた時助けてくれたじゃないか。あれは私が助けたわけじゃないわ。花火とみんなと全員で助けたのよ。もちろん全員に感謝してるけど、あの時あの場所にみんながいたのは重ねが連れてきてくれたからだよ。誰か一人でも欠けてたら俺の記憶も完全じゃなかったかもしれない。だからありがとう。大げさね。でもあまり否定するのも悪いかしら。分かった、気持ちは受け取っておくわ。ああ、それで十分だよ。なんか不思議だな、こうして普通に話してるの。普通に話すことの何が不思議なの？重ねとは敵同士になったりいろいろあっただろ。それが今は一緒に戦ってる。人生わからないもんだなって時々思うんだ。同じ超能力を持った俺たちが同じ時代の同じ場所にいるのって何かの運命なのかなってさ。あなたがどう解釈しようと自由だけど、私は運命なんて信じたことはないわ。重ねらしいな。まあ確かにちょっと大げさか。大げさというより論理的じゃないと思うだけ。私たちがここにいるのは自分でそうすることを選んだからよ。運命って言われるとまるで誰かに与えられたものみたいに聞こえるじゃない。そうか、そんなつもりじゃなかったんだけど、確かにそうとも取れるな。運命って聞くと前世からの定めに導かれてとか不思議な力が働いてる感じするしな。でもさ、やっぱり俺自分だけで選んだって感じがしないんだよ。どういうこと？運命ってのは確かに押し付けっぽいけどさ、いろんな人との出会いとか別れとかたくさんあって、そういうのを全部ひっくるめて今の俺がいると思うんだ。みんなのおかげで自分で選ぶ力がついたっていうか。そういうことなら私も同感ね。自分一人で戦っていたらきっとこの道は選べなかった。ユイトの言うことにも一理あるわね。確かに私が今ここにいるのはお姉ちゃんのおかげだわ。そういえば俺まだ重ねに話してなかったよな、ナギが死んだこと。え、ナギってあのナギよね？どういうこと？ナギは政府に人格矯正を受けてたんだ。俺の脳を奪うように命令されて襲ってきた。なんとかできないかって思ったけど手遅れだった。俺はあいつを助けられなかった。そう、辛いわね。あなたもナギも。あいついいやつだったんだぜ。すごくいいやつだったんだ。なのに俺と知り合ったせいで政府の陰謀に巻き込まれて。あなたと友達じゃなかったとしてもナギが海抜軍に入れば今回の事件に巻き込まれたんじゃないかしら。でも俺と友達になんてならなければこんなことになる可能性はもっと低かったんじゃないか。俺のせいであいつの人生は。ナギはナギの選択でナギの人生を生きた。ナギはあなたの人生の添え物じゃない。ナギの人生が苦しい最後だったとしてもそれがあなただけのせいだと思うのは傲慢だわ。ナギの本当の気持ちはわからない。でも彼はあなたと友達だったことを否定されたくはないんじゃないかしら。うん。俺もナギと友達じゃない人生なんて嫌だよ。だからこそ助けたかったんだ。誰かが死ぬってやっぱりしんどいよな。海抜軍に入ってから大事な人が何人もいなくなってさ、最初はただショックなんだけど、だんだん実感するんだ。もう二度と会えないし声も聞けないんだって。今まではブレイントークで声も顔も見たい時にいつでもどこでも見れたのにさ。それでも記憶があればいつでも思い出せるわ。一緒に過ごしてきた時間は無駄じゃない。無駄にしちゃいけないんだわ。あなたも言ったわよね。出会いも別れもひっくるめて今の自分だって。そうだな。みんなの思いを抱えて俺たちは生きていかなくちゃいけないんだ。やっぱり記憶をなくさなくてよかった。改めてありがとな。ちゃんとお礼を言えてすっきりしたよ。私も話せてよかったわ。気持ちの整理になった。そのうちまたじっくり話そうよ。せっかく仲間に戻ったんだしさ。そうね。中身のある話なら歓迎するわ。無駄話はあまり好きじゃないから。きっついな。やっぱり重ねは重ねだな。改めてこれからもよろしくな。ええ、よろしくゆいと。ゆいとどことなく大人っぽくなったような。いろいろあったものね。ゆいとも私も。重ねってなんていう。孤立しているっていう意味。いやそうじゃなくて、いい意味でさ、一人でも大丈夫なぐらいしっかりしてるってことだよ。俺重ねのことを少し分かった気がするよ。なんとなくだけどさ。私はどうかしら。ユイトのことを少しは知れたような気もするけれど。